モンドランはアルプス山脈、モンブラン山海にある標高3823メートルの山である。イタリア、スイス、フランスの三国国境に位置する。正確な三国国境の位置は山頂から北西に約100メートルの標高3749メートル地点にある。初登頂は1864年7月9日、エーライリーとエドワード・ウィンパー及び ガイドのミッシェルクロ、H ・シャーレット、M ・ピヨットによる。ウィンパーは、登頂時のことを、著書、アルプス・東半期の中で次のように書いている。モンドランには4つの面があり、様々な難易度の雪や氷の東攀ルートがある。頂上への唯一の直接的なルートは、南面から南東領に短く露出して広がるプレドバール氷河を経由するものである。イタリア側からの このルートの上りの所要時間は約4時間であり、フィオリオ小屋が出発圏となる。次に難易度の低いルートは、スイス側にある同様の名前のドラン小屋からスタートする山の東方を経由するルートである。ありがとうございます。